残留権と勝ち点差2。17位セレッソ大阪は8位横浜 F マリノスとのアウェーゲームです。ともに慎重な立ち上がりとなりますが、 F マリノスは23分斉藤学の仕掛けから藤本純吾がつなぎ、中村俊輔がミドルシュート。残留へ一試合も落とせないセレッソも31分、南野が前線でボールを奪い右サイドを突破。中央の坂上は通りませんが、カウンターでチャンスを伺います。 F マリノスの攻撃を引っ張るのは中村俊輔。34分、藤本純吾のクロスからゴールを狙いますが、これは大きく枠を外れます。後半最初のチャンスはセレッソ、コーナーキックから山下が頭で合わせますが、シュートはポストに嫌われます。さらにセレッソ51分、丸橋がこの位置からシュート。積極的にゴールを狙い試合のペースをつかみます。64分にはセレッソのカウンター、南野のパスを受けたカカウがシュートを放ちますが、枠を捉えられません。65分を過ぎ、徐々に運動量が落ち始めたセレッソに対し、 F マリノスは68分、斉藤学がワンツーで中央から右サイドへ、クロスに藤本純吾が合わせますが、ここはキム・ジンヒョンが左手一本で防ぎます。88分には中村のパスを受けた斉藤が反転からシュート。終了間際まで F マリノスの猛攻を受けますが、セレッソも体を張ってゴールを守ります。結局試合はスコアレスドロー。セレッソにとっては次につながる引き分けとなるか、勝ち点1を積み上げています。